その誰かは顔がまん丸でとっても心が優しくってスーパーヒーローなんです。そのスーパーヒーローは誰か困ってる人とかお腹が空いてる人がいたら自分の顔を分けて食べさせてあげるんだって。そんな変わったヒーローの名前知ってるってお友達いますか？いるね。はい、じゃあその素敵なヒーローのお名前大きな声で言ってもらってもいいですか？いくよ、せーの。はい、正解。それじゃあパパ、よかったら今回たちに手拍子をしてみよう。ありがとう。星が消える。